皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回はパーソナリティの理論の2として、性格についてのユングの外向型内向型の理論と、あとシュプランガーの性格類型論について取り上げていきたいと思います。フロイトと並んで無意識についての、研究というのを行ったスイスの心理学者ユングは、心的エネルギー、これをユングはリビドーというんですけども、リビドーが自分の外界と、あとその自分自身の内面のどちらに向きやすいかによって人間の性格というのを外向型と内向型の2つに分類したと。で、外向型の人っていうのはその外部の世界に強い関心を持ってて、社交的で積極的な一方、非常に飽きっぽくて移り気な面もあると。で、一方の内向型の人っていうのは、自分自身の関心が強くて、無口で引っ込み重要なが、辛抱強くて塩深いと、そういった特性を持っていると。で、ユングは2つに分けたわけですけども、ドイツの哲学者シュプランガーっていう人は、その人が、人生の価値を何に見出すかによって、性格が6つの類型に分かれると考えたと。で、その人生の価値はその社会だった。社会っていうか、他の人との社交だって考える人は社会型と。そして何が美しいかだと考える場合は神秘型。そして何が最もその理論的かっていうことを考えるとしたら理論型。金銭が、価値だというんだったら経済型。権力を求めるならば権力型。そして宗教的な真理を求めるんだったら宗教型というような形で6つに分類していると。で、ちょっと今までの話を聞いててちょっと気になったと思うんですけども、じゃあ自分は一体どういった方なのかなって、思った時に、私なんかの場合結構自分は、ある意味で内向型の人間なのかなって思う。一方で、でも外向型の部分もあるよねっていうところがあって、どっちか一方に分類できないんじゃないかなと、素朴に思うと。あとその、人によってこういった風に類型が何個も出てくるっていうのも非常に分かりづらいし、そういったその類型論っていうのは、ある意味で、その人の人格の多様な人格の性格を分析するのに十分じゃないっていうような批判があって、人間の性格っていうのを複数の要素、特性の、比率や配分によって分析する特性論っていうものが次に出てくると。あんまり特性論についてはセンター試験に問われることないんですけど、ちょっと余談として聞いておいていただけたらなと思います。でもね、一方でその特性論っていうのは、一人の人の性格をこう、一人の人のパーソナリティを測定するにあたって、非常に多くの特性を持ち出しちゃうので、ある意味でその全体像っていうのは分かりづらくなってしまったりするわけですね。類型論だったら、いくつかの型でこう分類できるんで、その人の全体像って見やすいんですけど、特性論っていうのはもう個々の要素が非常に複雑に絡み合っちゃってるので、パッと見でこう、どういう性格の人なのかっていうのが分かりづらいっていうのもあって、特性論と類型論のそのどっちがいいのかっていう対立は今も決着がついてないところでありますので、今回の動画ではまずそのユングの外向型と内向型の区別、そしてシュプランガーの6つの類型っていうものがあったということを覚えておいていただけたらなと思います。どうもありがとうございました。もしこの動画が気に入っていただけたら、右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方もお願いします。